Vampires. これを送ろう。受けこれをお使いください。どれ、日頃の働きに報いてやろう。貴様もこれで少しは箔がつくというものよ。三人も我が千年鏡に踏み入った。さあ我が配下たる諸島、まあ要は死に戦力で言えばカルナや呂布ですが、千年鏡そのものへの領域へのダメージを最小限に抑える。え、私まだお掃除残ってるんだけど。ふむふむ、なるほど、道理ですね。さすがは駒使いには掃除がまだまだありますし。呂布さん、いつもお眠でいらっしゃるのに今日は。分かりました、玉も呂布さんの真の忠義に感じ入ります。いざや無敵の大将軍、我がせ。いいのかキャスター。呂布、いいえ、女王の決定したことです。そうか。何、え、何の話してるの。呂布なんというやる気全開の方向でしょ。それでこそな、何よ電撃ビリ。大将軍の案内役として同行せよ。こと千年鏡について。なるほどね、そういうことならわか。すでに敵襲を受けているセクターがある。防衛に向かってほしい。獲物発見、ディジーにザップにキュート。ヨガ相手になろう。獲物発見、ディジーにザップにキュートに決めるわ。うわーではない、たまには何か喋るのだ。進行を食い止めるか。
ったな。ランサー、そろそろお主の出番だ。おい、さあ、そんな脅かされるとするか。で来るがいい。
つ、ここまでかよ。悪いが先に楽になるぜ。良いな、信仰の手を緩めるなよ。良いな、信仰の手を緩めるなよ。一気加勢だ、流れ込め。まともな勝負は貴様のためにもうしばらく付き合ってもらうぞ。そろそろ決着と相なるか。心地の良い時間だった。ご苦労様でした、呂布宝泉大将軍。また潔い撤退をしたなとか思ったので、ローマの領域謎をこれ以上増殖させる。そこで大将軍、あなたの力をもって中立力、我が帝国における最高の忠義者たる大将軍である。実際のところいかがです？ちょっとあなた大丈夫？さっきの戦闘で消耗しすぎ。そういえば新しいセラフへのムーンセルが魔力を供給している状態だろう。消耗すれば回復が必要だ。我らの場合、レガリアの機能の一部を割譲された玉という話だ。へえ、そういうものなのね。あ、自分の魔力供給の経路ぐらいきちんと意識する。ああ、大将軍がやる気に満ち溢れて。ではすみませんが、どうか。どれ、日頃の働きに報いてやろう。貴様もこれで少しは箔がつくというもの。実のところ、まともな魔力回復を行わないままの連戦はそれでも進む。強敵と戦わずには折れぬという思い。そうだ。では、目の前敵は数多いが、お前には関係ないのだろう。敵軍は未だこのいずれの領土でもない。いわば中敵軍に先んじて中領域を平定している隙を突かれたか。敵軍の接近を許すとは。だがあとわずかで平定できる。中立セクターの制圧を極力優先してくれ。心得た。中立セクターから片付けるとしよう。承知しました。では敵軍の総統は後ほどに。まずい、ここで中立を奪われれば敗戦濃厚だ。こちらも中立セクターを狙う他にない。彼らよりも先に制圧しよう。中立セクターに侵入したな。どこかにロストマトリクスがあるはずだ。何らかの違和感を覚えた。おそらくロストマトリクスのものだ。まあ、そっか。そのあたりを探ってみて。怪しい箇所に攻撃を仕掛ける。動物的ないい感だ。残りのロストマトリクスの範囲。中立セクターを制圧されてしまったが、あちらの軍師も分かっているらしい。
このまま一気に攻めるぞ。各自戦力の手薄なところから落とせ。任せんがよい。わしの軍事骨積みを潰すことなど容易よ。お任せください。敵軍の全ては私が打ち倒します。信用します。優しく殺してあげましょう。少しだけ見直しました。想像以上です。中立セクターだ。ロストマトリクスを発見し制圧しろ。何らかの違和感を覚えた。おそらくロストマトリクスのものだろう。まさかそのあたりを探ってみて。怪しい箇所に攻撃を仕掛けるんだ。動物的ないい方だ。残りのロストマトリクスを頼む。動物的ないい感だ。ロストマトリックスも頼む。勇者ガウェイ参上しました。だらしのないこと。制圧完了しました。あとはお好きにどうぞ。騎士ガウェイ、義によって推散しました。ここは通しません。見事制圧か。よくやった。ここまでの相手とは本気で私もまだ未熟ですね。ながら野に倒れるとは。防衛成功か。見事だ。戦隊撃破か。おめでとう。中立セクターに侵入したな。どこかにロストマトリクスがあるはずだ。何らかの違和感を覚えたか。おそらくロストマトリクスのものだ。まさかそのあたりを探ってみて。怪しい箇所に攻撃を仕掛けるんだ。ロ
ストマトリクスを確保した。その調子だ。捜索を続ける。素晴らしい戦果。手早く片付けるとしよう。ここまでもつれ込むとはな。仕方あるまい。正面から倒すまで。見事制圧か。よくやったな。お疲れ様でございました呂布大将軍。本当に本当にどうかゆるりとお休みくださいませ。あの呂布がおとなしくなってる。あれだけの軍勢を相手に大したものだ。あれこそが中原に名を馳せた。もしかし魔力消費は多大なものであるはず。しばらく前線。無論そう理解している。あなたへの感謝の気持ちです。受け取ってもらえますか？
ス呂布スというわけで、その忠義心を今まさに我が、うん、つきましては詳細の説明をば、呂布さんがお眠の間に破壊の優勢ベルバー、忌まわしき魔能、セーバー陣営など比べ物になりません。奴らはこの千年鏡にも迫っております。そこで、ああ前にも増して、いわば寝て起きたばかりにも等しいのに、ちょっと聞いた最高の女王には最高の部下が集うんですね。うん、ねえカルナとライダー、むしろ怒ってるっていうか、確かその通りだ。だが世にはそういう関係も、いいえ、ないと思います。キャー、呂布さん素敵、ご主人様の次、つまらぬ雑種が入り込んだもの、俺の仕事ではないのだが、あのマスターであれば俺が裁定しよう。アルテラよ、貴様の軍勢を使うぞ。好きにしろ、私は阻むものを破壊するのだ。アルテラというサーバーは常軌を逸した魔力を有する、もはや英霊以上の何かだな。迂闊に接近すればただでは済むまい。戦場全体を意識しろ、他に戦うべき場所があるだろう。他のセクターの防衛に向かい、激しいな、ミッション達成。
危険だ。後回しにして敵の制圧を進める。他にもあるはずだ。そちらへ向かい。そう簡単に明け渡しません。いざお覚悟。センサー撃破だと一体誰が数えてたんですかね。勤勉なのは良いことです。救援まみれです。撤退する。敵の巣を見直してだが見事見直したぞキャスやっちゃいましょう。ルーラーの名にかけて戦いを収めます。はい、ここから撮影を進ませます。さあ行きますよ。
いけなキツネにこの仕打ち。誰かそろそろ来ていただけません？地獄がお前を引き込むぞ。正真正銘の強敵ではあるが、お前なら倒せるはずだ、バーサーカー。制圧できましたね。その調子でお願いします。お相手しましょう。全力を持ってあなたを阻みます。
本当に本当に呂布デラックス大将軍、黄金の英霊を見事ここに。私とご主人様は最大限の感謝をさ、呂布感謝で呂布の日、千年平安京を挙げて毎度。ああ呂布さん、そんなにお喜びになって。思えば長き戦いでありました。そしてさっさ参りましょうか。まずは大通りで凱旋パレードなどいかがです。ご主人様、私将軍の3人でぜ。ちょっとテンション上がりきっちゃってるわよ呂布。もしかして戦う相手がいなくなったからと。いや、エリザベ、パーサーカーは最初からそのつもりでしたよ。キャスターの側についたのはキャスターを倒すためです。これまでもずっとそうです。単に目の前に別の餌があったので。うわ、やっぱりそういう感じなの。なんです、皆さん揃いも揃ってこそこそと。凱旋ですよ、皆さんもほらおいでくださいな。お腹が減ってます。凱旋は魔力の補充後にしましょうね。それより後満を持して凱旋パレードをもよ。デラックス大将軍さえ我が帝国にあれば、いずれセラフは愚か地上さえも我が藩。ほんともうほんとたまも感激です。とりあえず襲うのはやめたみたいだけど、いいのかしらこれで。